まあ、除霊に関しては、なんだ？詐欺は多いから、あの、一回、除霊してくださいって言って、その場で頼まない方がいいです。一回頭冷やしてください。それは大事だと思う。うん、それ一番それが大事。ちょっと考えさせていただきますとか言って。うん。で、もし本当に不安で、本当に心霊、私の中に幽霊がおるのかって思う人がいるならば、これちょっとめんどくさいんだけど、米をいって、塩もいって、小豆もいって、炒めて、うん、はい。まあ、いわばベンツ型にして分けて一緒にしてください。そしてそれをさら手のひらに乗せて、その時に、なんちゅうのかな、イライラしたり、急に悲しくなったり、ああ感情に変化があれば。あれば、まあ、中に幽霊が、あ、の中に誰かさんがいるな、と思えばいいです。それ大体部屋も一緒。部屋も、あ、ちょっと気持ち悪いなと思ったら、ベンツ型にして、この、なんちゅうの、ピース。これね、はい。そうそう。これ、まあごめんね。これこういうふうに、こういうふうに、こんな感じで、あの、仕切ってください、紙で。そして、この、どちら、向かって、左ですから、まあ、僕から言えばこっちなんですよね。うん。ここが、小豆。ほう。米。塩。うん、で、これを、自分の方に向ける。うん、うん。塩は外側になる。米と小豆が自分の手前に置くの。目の前の。あ、手のひらに乗せた感じなの？これはその。これは作ってくださいよ。あの、100円ショップでカップ買ってきて、紙をこういうふうに、こんな風な感じで紙を切って、で、入れて紙抜いてください。そうすればこの形になりますから。はい。小豆と米を自分の方に向けて、1、2分待つと感情が出てきたりします。そんな時は、あ、いるなと思えばいいです。悲しくなったり、イライラしたり、イライラしたり、まあなんか感情的に何か起きる。おー、うん、もうそれでダメだったら高い金出してやってください。僕、ほんと近くに行ってあげたいんですけど、さすがに、視聴者さん、遠いもん。遠いもん。うん。近い人もおるのかもしらんけど。近い人もおると思う。近い人はおるんですよ。DM の人は。ああ、はいはいはい。僕の隣町やから。近いな。近いな。近すぎた。びっくりした。うん。あともう一個、なんだっけ？壺と霊感は言った。壺とかはもう絶対、もう。うさぎさんだから。ね。壺と霊感じゃないわ。ブレスレットは言った。あともう一個、ぬいぐるみだ。ぬいぐるみで、悪霊だったら、UFO キャッチャーでも取れます。うん。なんか今は、壺じゃなくてぬいぐるみを売りつける手法があると。ね、手法多いね。今、ぬいぐるみとかね、あと、服。うん。脱災服 T シャツとかそういうようなやつ。そうはーん、これ着てれば平気みたいな。自分でなんか作ったようなマークを作ったようなやつを売る人がある。2万8000円とか3万円で。うん、元が絶対取れるな。すげえ高えなって言って持ってきた人がいた。最近流行ってるらしいわ、そういう商法が。これを着とると魔除けになります。効果あるんですの？ただのお前 T シャツやねんか、ダッサいデザインの。ただのプリント T シャツですか。あなたが同じもん作れって言ったらできる。お前本当に買ったのって言ったよ。いや違う、これはお前に見せたいために俺は買ってきたんやつって言って、ああ信じて買ってきたわけじゃなくて。そう。いや、そいつはもう完全に俺のこと信用してるから。あ、はい、いつでも俺もあいつは下げれるもん。クソだな。え？クソなこと今言ったなって。あいつなら俺詐欺れるもん。何言っても信じてくれる。いや、だって彼氏が、彼女ができるっていう月日、この月日ぐらいにできて、彼女から半年後に結婚しないって
って向こうから告ってくるはずですからと。ほう、うん、でその通りになった。その通りになった、うん、付き合って半年で結婚って早ない？占いとは申し訳ないんだけど、うん、そう思ったけどな。気持ち悪いと思って待ってもらった。まあそれで幸せなら全然いいんだけども。そいつは俺のこと何かあると必ず俺のところに相談するのに来て、なんかこうこうこういうで有名な、占い師がおるでって俺言ってきたんだけどっつって、うん、で俺の体の中には悪霊が住んでると。ほう、今いるとその悪霊は彼女もできませんって俺言われたんだ。でこの T シャツを着ると買うと着て悪霊が消えますって言ってきたよね。もうそ俺その当時結婚、もう俺結婚しとるし。何お前結婚するするって言ってないなって言ったら、あまりにもバカバカしくてって言って、もうあまりにもくだらない俺騙されてんだなと思って。まあまあそうね。だからそれで大体4万5000ぐらい払って帰ってきたらしいわ。T シャツ見てくれ、 T シャツ。お前カッちゃんにやるわ、俺悪霊いらねえしって言って。あなた服にそういうなんかなんていうの、その魔除け的なの、あのエネルギー詰めてって言ったらできない？できない。パワーストーンっていうのはさ、うん、一種のあれはもう生き物やと思っとるで俺。ああ、なるほど。個々にそのパワーはすごい持ってるのよ。持ってるとしや。そのパワーをより多くして、よりいいふうに。要、だから、ペンキ屋さんだって一応仕事がうまくいくように、お金が貯まるように、健康をつって自分が考えて、で、その人は今右に変えとる。で、2年か3年に1回、小包みで送られてきて、うん、でもういあの紐を直して、うんうん、でまた着払いで着払いで。なんでなんか要所要所でせこいところがあるね。金あるでいいやん。俺着払いで向こうの。だろう、ね、だって糸変えるだけでも1000円とか2000円取るお店いっぱいあるぞ。あなたいくら？ゼロ。あら男着払い。だから1600円ぐらい取られてんじゃねえの。で、俺の連れのやつも絶対2年ぐらい経つとちょっと伸びたもんで変えてくださいって来るの。うんうん、うん、そうするとちゃんと変えて、で、プチプチあるやん。プチプチ、はい、あの梱包材、梱包材、プチプチ、うん、いっぱい巻いといてあげるけど、優しいやろ俺。ぐわーって巻いて、中にちゃんと除霊の石入れて、うんうんうん、うん、で、梱包、なくなるまで、なくなるまでプチプチだけでこんなんなってる。邪魔くさ。ほんでそれをズボンと箱に入れて着払い。で後から苦情電話が来る。殺すぞめたがやろとか言って、送料無駄に上がるような包み方しよってで、向いてもプチプチやねえかっつって怒って帰ってくる。まあ占いの方が今日はいいか。どっかの石屋さんにもさ、なんか占って石を作るっていうなんかインチキ占い師がおるけど、おってさ、うん、勉強のためにその石屋さん行って見とったけどさ、うん、すっげえ適当なこと言うのなあいつらって、すごいな。うん、なんちゅうの、お客さんはこういう、私これがいいですって石、安いのでは、まあ、高い石ばっかりで一番安い石を探すやん。まあまあそういう石だと効果がありませんよって言われて。ありませんよ効果がねえ。石を売るなよと前。そう、じゃあなんでこいつここにおんのってなるじゃん。だろう。このぐらいがいいと思いますよっていうのが大体3000円ぐらいなんやて。ああ、その500円の石じゃ効果ないからとりあえず3000円ぐらいの石をお勧めしときますよ。うん、関係ないっすから。本当に石って本当に大きさは大体5ミリから8ミリ、10ミリ、12ミリって言ってあるんだわ。ほう、
12ミリだいぶでかいな。でもでっかいやつつけてさ、俺これ3万もしたんや4万もしたんやつったって、俺から見たらたかだか1万5000ぐらいしか見えんけどって思うやん。だから本当にね、本当にすごいその霊能者が作ったものはどんな普通のパワーストーンでも何百万何千万以上の価値があるものが作れる。必ず成功すると思う。俺はそうやって信じてる。自分はそうやって売ってるから、この人は絶対幸せになってほしいっていう。ナンバーズが当たりましたからっつって何も1割ももらってもらえなかったもん。俺が宝くじ当たったら問答無用で半分よこせっていうのに、うん、何もくれなかった。俺は宝くじ当たってもあげませんわ別に。当たったらちょうだいよ。なぜ友達ブレスレット作ってから言ってくんない。金運のブレスレット作ってから。君は絶対信用しないもん。そういうものに、そういうまがいものに頼るタイプじゃないもん。いいよ、それだけ信じるから。それで宝くじ買ってくるから。あなたが作ってくれたら宝くじ買ってくるわ。いいよ、5000円なんてポンと返したるわ。だって当たるんでしょって言うもん。宝くじはな、運やでな。その人も俺だって当たると思ってねえもん。金運と本当にそういうものをポンポンポンって作っただけで、でナンバーズと年末とグリーンジャンボで、でナンバーズで当たったっつっとったでな。まあ CT は偶然だわな、たまたまだな、うん、仕事運とか恋愛運は俺得意中の得意だよ。仕事運と恋愛運は、うん、俺は仕事運ないけど、うん、恋愛運はね、もうなんか散々聞いてるからあれなんだけど、恋愛運は 100% で、仕事運も 100% だな今のところ。何ヶ月後に忙しくなるみたいな、うん、そういうやつが、うん、もう本当に奥さんがもう泣いてこっち来て、うん、石を作ってくださいで、今お金がないからローンにしてくださいって、私がパートしてお金払いますから。うん、あなたに言っても分かんないんだろうけどさ、ラスプーチンみたいなことしそうね、あなた。本当になんか嘘で。だから俺もすっげえバカにされたような思いやん。うん。いや、成功したら、5000円ちょうだいって言ったもんね。ああ、はいはいはい。うん。で、作って渡して、2年ぐらい経ってからもう俺もすっかり忘れとったけどさ。おお。お母さんが綺麗な格好して、あら、うん、お金の周りが良くなった、綺麗な軽音、かわいい軽乗ってきて5000円持ってきた。成功したんですかって言って、はい、おかげさまで、あれからあのブレスレット左につけて、ずっと旦那にもう本当にお風呂と寝る時以外は、うんうんうん、こうしてくださいって言われたことをきちんとやってたら、今や本当に忙しくてっつって、おありがとう、お世話になりましたっつって、なら成功したと思うならば、それを今度はブレスレットを右に変えてくださいねっつって、ああ、2ヶ月後のあれか、はいはい、うん、分かりましたっつったら、今ももう左から右に移すのはこう、どういう風に効果変わるんですか。持続させるっていう意味でな。ほう、左と右でなんか意味合いが違うんですか。意味合いが違う、うん、左はスタートダッシュで、右は持久走みたいな感じ。持久走みたいな。うん、それみんな成功してもみんな左にから、右につけとるやつと左につけとるやつがおるやん、格好つけて、うんうん、あれただの飾りってやつ。まあ本人も飾りとしか思っとらんだろうけど、まあそうだな。だからまあいろいろ話して、まあどこだけすげえカットされちゃうんですけど、いいよ垂れ流しても。本当に皆さん本当気をつけてください、視聴者さんだけでも。本当に何かを売ってくるやつらはもう完全詐欺だと思ってください。ブレスレットももう作ってあるやつ、これが3万円ですっていうのはもう嘘ですからね。ブレスレットはもうゼロから始まって、その人の本当に気とオーラとそのラッキーカラーでもいいから、そういうのを組み合わせて初めて、だから
要は変な話、5個なんですよ。つけるの、強い意志をつけるのは。ああ、あなたのブレスレットみたいに。そうそう、僕もこれ一応アメジスト2つと1、2、3、4、まあ上はなしだけどね、1、2、3、4、5なんだよ。おう、こっちか。あ、木は関係ないのね。はい、 木は石じゃないから、これだけはあの僕にとってはあの要は何だろう、まあ僕を守る、あの心霊から自分の体を守るためかな。お守りだ、言ってしまえば、うん、だから変な話、守りたいから自分はこれを、これはまあ入れるとしても大体まあこれだとまあ真ん中も入れても6個、うんうん、一番上が1、2、3、4、5、6と入れて、あとはずっと水晶、分かります？これ一玉800円とか1000円のやつか。で急に高く見えるのこいつが。変な話変な、いや違う、これ透明度見てめっちゃ透明度いいやろ、綺麗に。ああ、それはそう思うだろう。だってでこれがあの星の形になるっていうやつね。ああ、五芒星か。はい、五芒星っていうやつです。これは僕のやり方です。うんうんうん、うん、要は自分が一番求めてるものが真ん中に来ます。で、次に求めておるもの、次に求めるもの、次に求めるもの、次に求めるもの。要は、一番求めたいものが上と下、この真下と真下が同じ、ぴったし合うように、同じ数で分けられるっていうやつ。中4、中5っていう。僕はここが5に、5にしてあるんですよ。ここが。上は1、2、3、4、5と。1、2、3、4、5個やろ。はいはい、1、2、3、4、5個なんです。これ。で、次4つ、次3つっていう。ああ、その下に行くごとに石の数が、そう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 、少しずつ下げたり、これが上が下げて下を多くしたり、手首に合わせんなもんでさ、どうしても。あ、それは本人の体格か、その、そう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 、石の並びの順がうんぬんっていう。でもこの順番は絶対同じ数にしなくちゃいけないからさ。うん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 。だから玉を小さくしてみたり大きくしてみたりはする。これが本来、これが僕のやり方です。この五等っていうか星になる形っていう、これが基準だと思えばいいです。全部同じやつつけとるやつとか、あの可愛いからってあのプラスチックのキラキラを離れると、要は石と石が離れちゃうんですよね。物を入れちゃうと、こういう隙間に可愛いものを入れると、うん、そうするとこれっていうのはなぜつける五等子っていうと、要は一番下の血管と上の血管が真下になってくるっとこの人間の体を回っていくのよね、気がこういうふうに、うんうんうん、で良くなるわけなんですよ。うん、うん、でこれが視聴者ついてこれてる視聴者連れてきてくれる。俺ついてこれなくてもいいんだけど視聴者は困る要するにまあ一番自分がなりたいもの、欲しいもの、まあお金って言えばこうやって買えれば、これがまあゴールドリチルってなると、下はまたルチルにしやいし、うんうんうん、僕は別に何も関係ない、まあお金が欲しいわけでもね、まあお金欲しいんやけど、僕の場合はもう自分の本当に精神を安定させるためのと、仕事が欲しい金が欲しいまあまあまあだから 黒いルチル、ブラックルチルとゴールドルチルをつけてる。それでももう値段次第です。大体もう本当値段で、もう。まあ5000円で作ってくださいっていうか、1万円で作ってくださいっていうかの違いで。そう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 。4万円ですは間違いだと。4万円って言ったらもう絶対嘘です。本当に。4万円って言ったらもう相当だぞ。実際問題、作れ、4万渡されてさ、作れって言われたら、うん、どんな石を使うの？よっぽどなんか、お高い石使えるわけでしょ？もう、ほんと傷もない、ひびもない。めっちゃいいの探してくれやろな。それは、5000円とかで作ったやつと比べて効果変わるんですよ、やっぱり。いい石使ってる分。どうなの？俺は、そう思わんけどな。あのよくあの
他のやつだとさ、いい石使ってる分お値段高いんですみたいなのあるじゃない、そういうなんか、うん、だからいい石使ってますとかさ、不純物がなくなる、要はパワーストーンなんて要は水晶を溶かして玉にしとるだけじゃん、うんうんうん、石を溶かして、うんうん、で不純物を飛ばしてやってるわけじゃん、まあもう一回作り直して、はい、丸めて固めて、そうそうそう、穴開けてっていうのが普通なんですそこの工程でが違うってやつかな。本当にもう熱い本当にいい石だと高熱で溶かして固めていくっていう。あなたもその4万もらったやつだったら安いやつやと、そっから今度は何ちゅうの、こういうとこがハスがこういうとこがちょっと割れとるとか、うんうんうん、えぐれてるとか、そういうのが大体スーパーに入っていくやつなんだわ。大量生産で安く買って一個いくら高くで売れっていう、まあ薄利多売のやり方ですね。薄利多、そう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 だから、なんていうかね、スピリチュアルな話題してるのにね、俺の言うたお金が、ね、説明がね、全部お金の混ざった用語なのよ。会話がどうも汚く聞こえる俺のせいであなた一人で喋る分には全然いいと思うんだけど。だから本当にね、皆さん本当このもう夏と詐欺商法には引っかからないように、はい、皆様お気をつけくださいます、気をつけてください、本当にやめてください、みんなそういう無駄なお金を出すなら僕にください僕の方がまだマシだと思いますよ、振り込み先はこちらって、そうそう、出ますから、出ませんってどこどこ郵便局止めでお願いします